損保。私にとってクレドとは、お客様のために考えるべき大事なことを思い出したいときにいつでも立ち返れる原点みたいなものです。普段の業務は自動車事故の担当者として事故解決までをサポートしております。具体的には事故の受付後、正式な担当者としてお客様へご連絡し対応させていただいております。保険の保証内容の説明などから修理工場などの関係先への連絡、相手方や相手保険会社への連絡、過失交渉、問い合わせ対応、修理代などの保険金を支払うまでを対応しています。私が担当したお客様にはできる限り笑顔で安心してもらいたいので、今困っていることは何だろうと考えて行動したり、話の順番やタイミング、説明の仕方などお一人お一人に合わせてお話しするなど、お客様にとって最善の方法を常にご提案するようにしています。また少しでも早くお客様に保険金をお届けできるように心がけています。クレドマイスターになって自分の自信やモチベーションにつながっています。日々の対応の中でもクレドマイスターとして恥ずかしくない行動を常に心がけるようになったと思います。クレドマイスターの使命とは、お客様の立場に立った考え方を持ち続け、プロとして事故の解決に向けて寄り添った対応をしていくことだと考えております。また一人でも多くのマイスターが増えるように育成することだと思います。事故が起きた時、お客様は暗い気持ちになってしまうと思いますが、少しの世間話の中で横澤さんと話をしていたら気持ちがだんだん落ち着いてきました、話を聞いてくれてありがとうと言葉をいただいたことがあります。そんな時にもほんの少しかもしれなくても役に立てたと思えるとやりがいを感じます。事故のことを忘れて早く安心していただければと思っています。私の声は電話だと若めに聞こえて声も高い方だと思います。それが逆に不安に思われるお客様もいらっしゃるかもしれませんが、親しみやすい、ご安心いただける担当者でありたいと思っています。